こんにちは、つなぎチャンネルです。今日は島とねりこの剪定の動画を撮影しましたので、これから島とねりこのお手入れをしようと思っている方はよかったら参考にしてみてください。使用する道具は普通の剪定バサミとノコギリです。ノコギリは中目でもいいし、粗めでもいいと思います。この映像ではすごい大きく映っていますが、実際は2階の途中ぐらいまでなので、そんなに大きくはないですね。ただずっと手入れをしていなかった木なので、これは8年ぐらい、全く木の手入れをしていなかった木みたいなので、かなり外の方に枝が伸びてボリュームが出てしまっていますね。まず、木を切る前に遠くから木を見てみて、だいたいどれぐらいの大きさにしたいなっていうのを自分で設定して、輪郭を思い描いて、このラインで切るっていうのを決めてみてください。そうすると枝が綺麗に揃って切れるんじゃないかなと思います。もしね、少し大きい島とねりこで、枝に足をかけたり登ったりして切る場合は、一番最初に気をつけることとして枯れ枝ですね、枯れ枝がないかどうかを、自分の目でよく確かめて、一番最初に除去していくというのが怪我をしないポイントです。木を切るのはね、とても楽しいんですが、木を切って大変な作業っていうのは、意外と木を切った後の枝の片付けだったりするんですね。なので、木を切る前に、どこにゴミを集めたいか、どこにゴミを貯めたいかを、決めてください。ゴミを置く場所、そしてそこに近い場所から、剪定を始めてください。なぜかというと、その枝を落としたい場所に、横枝が張っていると、そこに枝を投げるのに伸びてる枝が邪魔になってしまって、バラ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 枝がね、いろんな方向に落ちていってしまったりして、結局片付けるのは自分ですから、自分が、大変疲れてしまいますので、ゴミは一点に落とすということを心がけるのが、あ、疲れたってならないポイントですね。この木をよく見てもらうと、だいたい木の
外側1メートルぐらいに緑が茂っていて、芽が吹いていて、中の枝の方にはほとんど葉っぱがついてないのは分かりますでしょうか。これは長らく手入れをしていなかったので中に日が当たらなくて、中の枝が枯れてしまって、どんどん外に枝がついていってしまったんですね。こういう木は一回ちょっと寂しくなっちゃうかもしれないんですが、枝がほとんどついてないところまで一回切り戻して、また中に火を入れてね、新しい枝の更新を図るという切り方をしています。シマトネリコはいつ切ればいいのというわからないかもしれないんですが、都内であればシマトネリコはいつ切っても大丈夫だと思います。真夏にバッサリ切ったこともありますし、真冬に切ったこともありますが、見事に次の年にはぼさっとまた元気よく芽を吹いていたので、経験上ではいつの時期でもシマトネリコは剪定が可能な木だと思います。東京より寒いところではちょっと切ったことがないのでわからないんですが、都内であれば大丈夫だと思います。だんだん輪郭が見えてきましたね。枝を切る位置ですが、何も葉っぱが生えてない途中のところで切らないで、必ず枝と枝の分かれ目で切ってあげるようにしましょう。この木はね、もう少し下の方に、横枝があると理想的なんですが、今回切ってね、日を入れたのでまた、芽が途中の枝から出てくるでしょう。そうしたらまた、木の骨格を作り直していけば、自然なシマトネリコの樹形に近づけると思います。最初見た時はね、こんなにいっぱい枝がついててボリュームがあるのっていう印象だったと思うんですけど、意外とね、切り進めてみると、特にこの木は、中が空洞状態だったので、枝の数がそんなに多くないですね、見た目によらず。なので意外と早いペースでお手入れできていますね。
分で切っているときは、目先の景色に集中してしまって、なかなか木をね客観的に見ることができなくなってしまうんで、切っている途中でね一回遠くから離れて見てみるというのが大事ですね。プロでもやりますので確認作業ですね。途中で手を止めて一回離れて見てみるというのが、間違いを修正していくポイントになります。シマトネリコはとても成長が早い木なので、切る位置ですが、どこで切ろうかなと迷った時は、そこの輪郭にしたいと思った、もう少し一回り二回りくらいちっちゃく切るイメージで切ってあげると、これから先の維持もしやすいと思います。すぐ大きくなって枝が張ってしまうので、それを見越して少し小さめに仕上げていくという切り方をした方がいいかもしれません。はい、大きい枝がすべて切り終わったので、あとは、枝先の整理ですね。少し枝先を整えて完了になります。画面の左側の方の枝の方が、輪郭も揃っていて、葉っぱのボリュームも均等に散っていて理想的ですね。はい、こんな感じでシマトネリコの剪定の解説をしてみました。少し分かりにくい点があったかもしれませんが、次回は手元の映像などもね映せたら、もう少し分かりやすくていいかなと思いました。よかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。